今回はワイルドリフトでフィズを使ったミッドレーンでの運用をご紹介していこうかと思います。まあ、そこまで弱体化強化があったキャラクターではないですが、わりかし未だにバンがされるような感じで、そこそこ人気なミッドレーナーだと思います。ただしかし、ミッドレーンの中では割と序盤しんどい対面が多いですので、その結果ミッドを避けてジャングルでの運用がされることが多いキャラクターの一人だと思います。特にまあ今回のこのジェイスといったマッチアップはかなり渋めなところがありますので、まあ、見ていただく通り電撃を使ったダメ取りをしてもレベル1敵の制服は簡単に使ってこれぐらいヘルス差つけられちゃいます。ただ、ダメージトレードをされっぱなしになっておくとレーン戦かなり渋いキャラクターですから、できる限り、レベル1の時にスキル3を活用した電撃を発動させるダメージトレードを仕掛けておいた上で敵のヘルスを削っておくと、ジャングラーのガンクが来ていただけると割とキルにつながりやすいというところもありますので、フィズを使うんであればレーン戦必ずレベル1からアグレッシブにダメージトレードを仕掛けるっていうのは大切なポイントの一つだと思います。フルーツがレベル2のタイミングで湧きますので、それを食べた時そこまでのヘルス差をつけられてなければ、スキル2がどこかのタイミングで、範囲でのバコンのダメージになってますので、ウェーブ処理が3隙なかったとしても結構早くできるので、有利なウェーブを作ることができると結構レーン戦勝てることがあるかもしれないです。スペルに関してはまあ昔からあるイグナイトとフラッシュが安定的だと思います。まあ、時々、フラッシュ消してシールドにしている方いるんですが、まあ、それよりかはなんだかんだのフラッシュだと思います。まあ、装備に関しては古くからあるイニシエヌビルドを初手発動がなんだかんだ安定的に強いと思いますが、まあ、イブリン理論ではないですけど初手リッチベーンも悪くはないと思います。ただやっぱりウルト遠投からのウルトの距離に応じてダメージが、サメが当たるまでの距離かなに応じてダメージが増加しますので、ドレイクバトルヘラルドバトルの時に、まあ、そこのピットに対して遠投してあげて、ハットの材料できてるだけでもかなりのダメージが期待できるキャラクターになってますから、まあ、そういったところからもリチベよりか個人的にはハット派ですね。ただまあジャングルで運用する場合だったらワンチャンリチベもありなのかな、まあ、周回速度も含めてというところになるんですが、まあ、それも選択肢入れてもいいと思います。スキルの上げ方は3がメイン、2がサブ、1が最後というような取り方をして、連戦も3、2、1で取る方がファームはやりやすいかと思います。まあ、状況において3、1と取ることもゼロではないですが、まあ、基本は3、2ですね。まあ、初手に取りも否定はしないですが、なんだかんだ3隙の優秀さが素晴らしいと思います。エンチャントに関しても、まあ、安定的の、ステーシスですが、スキル3、まあ、ちょっとこれ挙動おかしいのかなって気もしますが、3隙の最中にプロトベルトを使うと、3の射程がフラッシュ、疑似フラッシュみたいな感じで伸ばすことができるっていうのも非常に素晴らしい点ですので、プロトベルトとまあ流行りの相性ですねが悪くないですね。でただそうだ、思い出した、ウルトが修正されたんですね。でこの昔はかなりうさんくさい吸い付きが多々あったんですが、修正されたタイミングでやっぱり吸い付きがかなり少なくなってしまったので、それがマジで悲しいところですね。なのでちゃんとエイムしないと当たらんくなっちゃいました。昔はマジでそれ当たらんだろうっていうような吸い付きがあったんですけど、今はなくなりましたので、そこはちょっと要注意かもしれないですね。まあ、たださっき言った通り、このドレイクピット、ヘラルドピットに対して遠投でウルトかますだけで、今もブリッツの HP が半分ぐらい飛んできましたが、まあ、発動ですね、ラバドン作っておくとそれぐらいの火力が期待できるのがまたいい点です。まあとは言うても、まあ使い方、序盤の連戦を耐えることができるよう、できれば割と、仮にへこまされてもスコアが復活しやすいキャラクターですし、装備に関しても3コアですね、ラバードン、リッチベーン、オーブ、インフィニティオーブがあれば、この3つだけでめちゃめちゃイカれたダメージが出てくれるし、タワーのオリセイドもぶっ壊れですね。なんでここにどれだけ早くたどり着けるか勝負なところもあるんですが、まあ、折り性能がいい分、まあ、レンガーだったりとかジャックスみたいなオブジェ折りゲーができるのもまたいい点ですね。まあ、こういう状況でトップレーンも間に合わんなっていうような状況であれば、こんな感じでミッドタワーを、これ多分ラバードン
で、リチレイがまだないので、1コアだけでこれぐらいの折り性能ですね。スキル2との相性がまた非常に素晴らしいですから、もうバカバカに折れます。まあ、そういったところも含めて、ミッドレーンのアサシンキャラの中では、わりかし使いやすいところではあるんですが、まあ、結構3のところから入りがちな部分あると思いますので、スキル3から入らずに、しっかりとウルト当て込んだ後、1で飛びつくですね。まあ、無理だった場合は3で飛びつくしかないですけど、3で飛びついちゃうと、またちょっと離脱するときにもちょうだるくというか、まあ、めんどくさい部分がありますので、ウルト1、3といったようなコンボも、まあ、視野に入れてやっていくといいですね。今回はプロトベルト作ってますね。まあ、ただこういう死にかけに時に対してこちょこちょすると、結局最後の最後までいってスキル全部吐き切らされてしまうみたいなことになりますので、まあこういう状況はもったいないですから、いけると思ったらすぐにスキル吐いてチャカチャカってやった方がいいですね。まあただなんだかんだ言ってスキルの3と1スキルの回転率がいいですので、しっかりとクールダウンを稼ぐチェイスをすると、再使用で粘りっこく意外とねキルラインにつながることもありますので、まあ、無理だったら一回引いてクール稼いでもう一回行くみたいな、こちょこちょする動きができるようになっておくと、フィズのキルラインぐっと広がりますね。まあ、これだけも遠投で当てると、でウルト当たったらそいつに対して3スキで飛び込むと、で飛びついた後は1スキ通常で活用して戦っていくって感じですね。まあ、今回プロトベルト採用してますので、まあ、こんな感じですが、まあ、ああいう時もプロトじゃなければステイシスで粘ることができる。まあ、これはケースバイケースですね。慣れてない方はプロトベルトよりかステイシスの方が多分活躍できると思います。で味方の CC とチェインさせればウルト確定で当てることができますので、その後の3からの、通常パンチというところでもかなり強いです。なんでキル非常に取りやすいですから、こけてもフェニックスしやすいし、お金持った時の爆発力はかなり高いと思いますが、序盤の、まあ、よくあるジャングルがぶつかる1分25のタイミングのスカトルですね。この時に、まあ、ウェーブマイナス食ってるとジャングルのところに寄ることができないので、敵のジャングル寄る味方のジャングルが敵のジャングルと敵のミッドレーナーのサンドイッチになってボコボコにされるみたいなことになるのが、まあ、ちょっと良くないかなって感じですね。ここもしっかりと、スキル使いながらクールを稼いで茂みでチェイスすると、そうするとこんな感じで意外と、まあ、このヘルス差であっても勝つことができるのが、まあ、フィズのいいところですね。やっぱり3スキがぶっ飛ばれたダメージが出ますので、まあ、そういうところがまた非常にいいという感じはあります。なので、まあ、茂みを活用したチェイスを覚えておくといいと思います。まあ、トップで3人連れて、まあ、ミッドで転がって、まあ、残りこのままミッドプッシュして GG ですね。なんでまあフィズは序盤レーン戦いかに渋いマッチアップだったとしても、レベル1のダメトレで HP 有利を作るかがミソになりますので、まあ、それを意識して、まあ、電撃活用すると結構やりやすいですから、まあ、そこを注力してやってみると意外とうまくいくと思います。以上、フィズミッドでした。